so はい、えー、こんにちは。5月の29日水曜日の株とか合わせの売買シナリオでございます。現時刻が39分26秒とこういう時間帯でございます。今日経平均株価の方が先ほどちょっと終了したというところでございます。えー、外為市場の方は、東京外為市場の方はまだあ、まあ、2時間弱、1時間5 0、えー、4 5分残っているとこういうところでございますけれども。さて、本日の東京市場でございますけれども、ちょっとざっくりとご覧になっていただければと思いますが、やはり米中交渉での行方に非常に不透明感が強くて、米国主要産出が弱 そうしたところでは、えー、寄り付きからぐーっと下,下がったんですが、この心理的な節目でしょうかね、2万1000円という節目をかなり意識していたのかなと、ドル円レートのほうも長期金利の低下に伴って、えー、ぐーっとこれ中根、中値の何どれぐらい前でしょうかね。ちょっと前えー 15分ぐらいまからぐっと109円の、1 5銭金本までぐっとドリア銭高になったと、長期金利の低下に伴ってというところなんですが、さすがに今日、川替瀬市場の方は今日先ほど申し上げました通り、今日が29日と水、水木金ということで、本通の取引分が月内最終受け渡し日と、f フェクスにおいてもまあ、スワップ狙いの方いらっしゃるかと思いますけども、総の時給がやはり109円の前半から押し返したというところで、現時点においてでございます、ドル円レート109円の2 5銭ぐらいまでまた押し返されたと。 いうところでございます。日経平均の方は2万1000台は維持させたまま終了とういうところになりました。で、さて先ほどちょっと持っておいたところなんですけども、長期金利の話をさせていただきましたけども、えー、しかもフェドウォッチで見る限りでございます。これちょっと年末でございますよ。 fomc の12月の11日の時に2.25%、2.5%というのはこれ現状のフェデラルファンドレートの金利でございますけれども、その水準のままだよねと、12月の時にもそのままだよねという確率が、 なんと17.6%しかないと。要は8割強のところがですね、年内に利下げに向けての確率を非常に強めているというところでございます。トランプ大統領、国賓として来日なさいましたけども、お帰りになって、そして朝方でございますけども、為替報告書。トランプ大統領、離日から18時間後に、米国の財務省為替報告書を出したんです。その継続して、 え、わずく国は監視対象国のリストにそのまま載っているというところで、やはり、え、日米の通商交渉を意識してのところ、まあ、そもそもこの為替報告書1ヶ月ぐらい遅れたわけでございますけれども、やはり通商交渉と、やはり気に離して為替の水準というのは、やはり語れないものなんだなと、ちょっと改めて感じた次第でございます。さて、で、こうした点を踏まえているでございます。かなりちょっとドル円の方も、そして日平均株価の方も上値が重い展開がついてます。というところで、今回の売買シナリオ、こちらでご案内させていただきたい と思います。 ドル円からでございます。現状の水準が109円の25銭水準で変わっておりませんが、今回は109円の15から109円の60、15、60の様相をレンジで売り買い待機とさせていただきました。やはりちょっと109円の前半、15割れアラウンドからはですね、えー、国内の基幹投資家も含めて買い欲が強いというところで、ちょっとこ辺では今の水準でもちょっと買えないのかなというところで見てますが、A 案は9の20で買って9の55で売る35銭幅狙い、アゲンストは30銭ということで108円の90銭。これが A 案です。 一方 B 案の方なんですが、やはりちょっと上値が重くなってまいりました。えー、109円の55銭で売って、109円の20で買い戻し、35銭幅狙いというところです。アゲンストは、えー、25銭リスクとこういうところで9の80とさせていただきました。冷やし転換のところまで、えー、この辺のちょっと手前のところでダブルトップ気味になってますが、ちょっとこの辺の水準までアプローチするのは厳しいのかなと。で、今夜の指標でちょっと注目しているところですけども、お前ちょっと全般的に世界的な金利がかなり下がってきているというような状況でございます。 これ、ドル金利に限らず、えー、ドイツ、そして、まあ、オーストラリア全般的に下がってきていますので、債券への資金シフトというところは、ちょっと全般的に金利の低下というところ、世界的な長期金利の低下、まあ、こうしたところが意識されるのかなというふうにして見ておりますので、深夜でございますけれども、米国の、 えー、7年債の入札がございます。こうしたところで入れ替えの動きがちょっと金利を圧迫するのかどうか、ちょっとご注意いただければと思います。それとカナダ中央銀行の金融政策会合もございます。まあおそらく据え置きというふうにして見ておりますが、えー、ボロズ総裁の会見で景気認識、ちょっと利下げへの傾斜姿勢を強めるのかどうか、伺わせるのかどうか、次の一手というところでは、えー、カナダドルがちょっと警戒されているところでございますので、こちらの方もちょっとご注意いただければというふうにして思います。 東京金融と一緒、クリック株365でございますが。現時点が2万1000トンで36円、4円。まあ、それぐらいの水準でしょうかね。えー、で、今回の予想レンジは、まあ、様子見でもいいのかなという人は思うんですが、ちょっとやはり世界的な再建シフトの動き、えー、米株からちょっと資金移動するとなるならば、日経225もちょっと牽引されやすいのかなというところで、えー、様子見ないしは売り待機とさせていただきました。えー、2万1350円からちょっと短期的なトレンドがちょっと下押ししているというところで、2万トンで975円。 円から二万一千まあ百五十円のレンジというところで二万一千百二十五円で新規売り待機ちょっと細かいですが百二十五円で売り待機買い戻しが二万一千円ちょうど百二十五円幅狙いでアゲンストは七十五円ということでちょっと浅めでございます二万一千二百円まあこの辺はやはり政治が突き動かしているようなえまあ 急転直下の動きをちょっと警戒してというところで、えー、損切りの設定、ストップロスの設定というところでございます。で、本日の東京市場、やはりちょっと振り返りますとですね、2業種しか上昇しなかったというのがちょっと厳しかったのかなと。えー、ファーストリーテリング9983、マイナス強度としては43円強、えユニファミママが28円強、8028、テルモも14円強、東京エレクトの803業、 もう11円強強とととととといいうこころろちょっっっマイナス強度ししして働いて働まったところがまあ、目立ったと、まあ、当たたがが目当り前なのかもしれませんが今日は2業種しかちょっと上昇しなかったというところ。そうしたところでは値上がり銘柄数も1200をちょっと超えたというところなんですが、5月11月期のやはり企業名、えー、まあ、決算配当。こちらのところ、まあ、過ぎたとい,というところでは一部、えー、まあ、その辺のところの堅調性は交代したのかなと。企業権利落ち日が今日は5月11月期の企業の権利落ち日というところでございます。 のでちょっと個別銘柄の春別の中でも2万1000円の節目の攻防を意識して手控えた向きが多かったのかな、えー、そんなところを感じての本日の東京市場だったというところでございますちょっと全般的にクロス円の方も下がっておりますのでエフェクスにおいては今日スワップ3倍でをまあ投資妙味として意識してらっしゃる方も多いかと思いますがちょっとエントリー水準の方はですねぜひ慎重にお取り組みしていただければというふうにしております、えー、以上5月日日水曜日の 株と為替の売買シナリオでございました。